こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で一番選手をやっている岩田書店の中の人である岩玉がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。毎度恒例除雪ラジオが始まりました。本日はね、お知らせあるんですよ。お知らせの前に除雪ラジオって何かって言いますと、私が朝一番の除雪をして、そのまま汗も引かぬままここに座り収録を開始するっていうのが除雪ラジオです。冬の風物詩ですね。で、最近ね、あんまりね、雪降ってなかったんですよ。こっち北海道空知地方、砂川市、豪雪地帯で有名なんですけど、雪あんま降ってなかったので、ちょっとね、久しぶりの除雪ラジオということで、常連さんにおかれましては、いつものやつかという始まりでございます。で、本日はお知らせです。4月ね、すっかり忘れてましたけども、1万円選手、いつもは秋の9月10月かに、募集を年に1回だけしてたんですけど、前回から年に2回やってみようじゃないかということで、年に2回募集することになりまして、その2回目が、4月に行われますっていうことを、気づいて慌ててあと1ヶ月だなと気づいたわけでございます。危ない危ない、半年ってあっという間だね。1年って結構1年あっという間だねなんて言ってるけど、半年なんかもう瞬きの間よね。ということで、まずは日付、4月1日月曜日から4月7日の日曜日まで、4月1日月曜日朝9時にしようかな、9時にカート開きます。カートっていうのは、そのね、そこをオープンします。で、もうダメだ、除雪ばかりだから言葉出ない、ごめんなさいね。で、4月7日の日曜日、夕方 6時、ね、夕方の18時頃に、閉めます。それまでの間1週間ありますので、その間に応募してください。ご希望の方はね、1万円選手、4月期募集、2024年4月期の募集を4月1日から7日までやります。簡単に説明しますと、1万円選手をやりたいなっていう方が、岩田書店のホームページ、ちょっとググっていただくと岩田書店ね、ホームページありますので、なんかちょっと古臭い感じの入り口から入っていただいて、リンク載せます、概要欄にね。そこから入っていただくと、1万円選手っていうページがありますので、そこのページに、受付フォームを設置します。それが4月1日の朝9時に開きます。で、フォームにお名前、住所などなど書く場所がありますので、間違いのないように確認して送ってください。先着順ではありません。なので、マジで間違わないで送ってください。なぜかというと、そのフォーム1個のメールアドレスで1個しか応募できない設定になってるからですね。あ、間違えちゃった、もう一回応募しようって言ってもできないからね。間違いのないようにお願いします。で、高校生以上です。それから、まあ、たまに聞かれるんですけど、そのネットで申し込みできないか人がいて、代わりに応募してあげたいとか、そういう方もいますので、まあいいです。後からちゃんとね、応募した人が誰で、なんていうの、1万円選手を受ける人はこの人ですってちゃんと書いていただくようになりますので、そういうのもいいです。代理応募っていうんですか、一人で複数応募するのはね、ほらね、一回一人一通だということで、一つのチャンスにかけてください。そんぐらいかな、お知らせということで、詳しくは1万円選手のなんか募集のなんか動画とか昔上げてるので、よかったら見てください。今日のお知らせは、4月1日、朝9時から1万円選手4月期の募集を始めます。締め切りは4月7日日曜日朝、じゃない、夕方6時18時までです。ということで、これがお知らせです。ということで、お知らせだけ聞きたかった方は、ここまでで大丈夫です。あとは私が適当に喋るコーナーです、いつもです。まあ、ということでね、重大なお知らせを一応ちゃんとできたんではないかと思いつつ、いつも通りに戻りたいと思います。4月4月って言ってるから、今3月って言いそうなんだけど、2月が終わりまして、ね、うるう年だったね。うるう年だけど、別に何にも、うるう年に関して何もしなかったな。子供が
だってさ、4月29日に生まれた人は誕生日どうするのって言われて、って思って、それ4年に1回しか年取んないんじゃねって言って、そんなことは言っといたけど、もう最悪私ね、あの Google に聞いてみて最悪、この上塗り本当に最悪なんです、すいません。だからあなたの同級生まだ3歳ってことになるんじゃないみたいな話をしてたんだけどそうはならんわねっていう気持ちはあるけどね。お客さんで、あのうちの親の命日がうるう年の29なんだっていう人はいましたね。あ、そうだそうだそうだ、それでこんなことする撮影ってか録音している今日が3月4日なんですけど、3月3日は社長の誕生日でした。え、いくつなったの、 72? 1952年生まれ、昭和27年辰年、72歳です、72歳です、おめでとうございますまあまあですね、まあでもあっち痛いこっち痛いしながら、まあまあ元気いっぱい、元気いっぱいというか、まあね、ヨレヨレですけど、まあ、元気にやらせていただいております。どうしてもね、あの腱鞘炎がひどくて、本当にあの唯一の趣味であるゴルフも本当去年は1回もできてないし、あの右手がね、もう毎日サポーターとか巻いて、でなんかなんて言ったかな、なんか YKK みたいななんかね、整形に行って何らかの病名を言われた記憶があるんですけど、 CM 症候群なんかもう分かんないです分かんないです、なんかそんなようなことを言ってたけど、もうなんか痛み止めとかさ、なんか皮膚が社長弱くて湿布貼れないんですよ。なんでもうほんとマジで打つ手なしって感じで、かわいそうなの。なのでこの除雪とかもね、私が一点に引き受けて、最近は子供たちもちょっと大きくなったので手伝ってくれるようになり、非常に本当に子育てしてよかったって除雪で感じるなっていうね、本当に最悪で申し訳ない、まあ、そういったおじいちゃんな日々で、まあ、3月3日社長の誕生日でしたっていう、何もしてないんです。来週でも誕生パーティーしようかみたいなね、なんでかっていうと、うちの子も3月で合同誕生会にすることが非常に多いです。まあそういった理由からひな祭りというのもですね、女子率がものすごく低いので、あのやりませんもうね、まあ、なんか私も昔からひな祭りにあまり興味がなかったので、ね、そのままひな祭りという制度が消えていった感じがあるんですけどね、え、まあ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 人それぞれ。あ、でもお刺身食べましたそんな感じ。あとアマプラで昨日からでしたっけ、ドラえもん祭りみたいな、いっぱい一挙放送中みたいのが始まって、それであの子供たちは見に行ってたんですけど、最近子供たちおばあちゃんとかと一緒に行ったりするんですよね。その私は見てなかった新しいやつ、空の理想郷、理想郷って読まないよね、こういうの大体ユートピアだよねきっとねそれを見ました。なんかこう大人が見ると、あ、こういう感じになるなっていう風だったね、ドラえもん。あー、すごくこういうイメージだよねって言ってたら、あ、やっぱり大体そうなんだなっていう話の流れのドラえもんでした。やっぱ世代的には旧ドラえもん世代なので、信代世代ね、映画とかもさ、やっぱ映画は悩むね、あの時代の映画は非常に私は良かったと思ってるので、何が好きかな、海援隊だったからね、武田鉄矢基本、あの今みたいな素敵なタイアップ、素敵、まあ当時も素敵だったけど、そういうのでなかったから。でも魔界大冒険がやっぱ一番好きかな。曲はね、リトルスターウォーズですけど、最高にいいよね、少年期。ただリトルスターウォーズの話自体はそんなんでもないんだよね、私ね。あんまりこういう話をすると話題に上がらない、あの西遊記も好きでしたね、ドラえもんの。覚えてるかな、静香ちゃんが三蔵法師でみたいな、あれの曲もなかなか良かったからね。というドラえもんのなんかあの CD ボックスみたいのを買ったんですよ、昔にね、高かったけど。あの CD どこ行っちゃったかなどっかにはあります。 NHK でやってる作りたい女と食べたい女のドラマ、まあ一人でコツコツ見てますけど、やっぱあれいいですね。
すごくいい。ちょっとコミックとこう違うところもあり、あでも全然これいいなっていう。あとお料理もね、なんかあのえこれドラマオリジナルじゃないみたいなさのがあったりとか、私の勘違いではなければね、うん、あれはおすすめですね。どこまでドラマ化されるのかは謎ですけど、でもちょっとなんていうか関係性とかの人間関係の核心とかにだんだん近づいてきたので、わーわーってなってるなんかね、私も狭い世界で生きてるもんですから、ああいう本を読んで、あそうだよな、そういう人もいるよなみたいなね、いろんなことをね教えてもらっている。やっぱ本はねいいですよ、その世界が広がるというかですね、知らないことをいっぱい知れるので、なんか知らなかったらそこに存在しないものになっちゃうけど、ちょっとでも見たり聞いたりするとなんていうの、あそういうこともあるんだって、ちょっとでも知ってるだけでもなんかいろいろ違うのかなっていうのは思いますね。いやー9月にね、なんか高校生の前でちょっと喋ったりしなきゃいけないあれがあるので、今からちゃんとした人間になるっていうか、ちゃんとしたことを喋れるようにならなくちゃいけないなって思いながら、ずーっと最近頭の中に、あとなんか着ていく服がないから、もうマジで本当に服っていうものがないって思いながら、なんか作業着とか T シャツとかしかないって思って、本当にそのことをずっと考えているお前も服しか持ってないじゃんフォーマルっていうね最悪だよ最悪本当いう最悪の感じなんですけども、なんかジャケットの1枚でも買っておこうかとか思ったり思わなかったり、まあ今からちゃんとした人間になるのは難しいので、少しでもまともな内容を喋れるようにで資料をね用意しようと、動画でも作ってかな、なんかこうプロフェッショナルを流用した、流用すんな、いや参考にしたですね、こういうことをやってますよっていうね、あれですプロ、PR 動画みたいなね、で出てくるのが私っていうね、社長じゃねえのかよっていう、そういう感じにしようかないや高校生か、高校生って子供じゃん、子供です。でも当時は自分は子供だと思ってなかったんだよねっていうのが子供なんだけどね。高校生に戻りたいとは思わないけど、今のセーブデータのままで高校生の体力には戻りたいとは思いますよ、健康状態がね。それはマジで思う、本当に。あの無限だよね、20代とか無限体力、本当に思う。晴れ欲しいな。これはじめ社長も似たようなこと言ってたの今の感じで戻りたい、体力だけ戻りたい、わかる。でもあの人多分30代とかだよね、だからきっと40代になったらもっとあってなるからねっていうのをちょっと本当に言いたいね。やっぱ若い時にやれっていうのは本当だなって思った。人生、日本人寿命長くてさ、人生長いけど、その中ですっごい頑張れる時期ってマジで少ないんじゃないかなっていう、いや頑張るけど頑張り度合いっていうんですか、そういうのをしみじみ思ってますね。いや気持ちはあるけど体がついてこないってやつですよ辛いまあ、そんなね、辛い話をしてしまった。いやそれでもまあ私は頑張るマンなんで頑張るんですけどね。でもとにかく寝るのが一番なのでめっちゃ寝ます。はい、疲れたら寝る、すぐ寝る、はい寝てばっかりそのね、その他の時間でやれることをコツコツやろうかなと思っております。まあ、ということで、今日はお知らせの回だから別に内容なくてもいいもんねいつも中身ないけどということで、まあ、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけね。